もう一回入りやろ。はい、いやマジで本当行って。相手結構いいやろしてるから。うん、確かに。もう工場マジで。あなたが言われすぎてパニックになってるから。いやごめん。やつだ。自信持って声出す。フリーで待っとくのはマジでなくせ。もうネガティブだよ後ろ2枚が。顔も。声出せ。わかんねんな。もう無理ごめん。わかんない。じゃあフリーで余ってるの我慢だ言えって。まずまず。わかんないって言え。何がまず絶対つかなきゃいけないように頑張ろう。合わない、あの浮いちゃう。そのためにどう動くかやって。でも浮いちゃうってなんで浮いちゃう。そう余っちゃう。余んなきゃ余っちゃいけないってのは分かるけど余っちゃう理由みたいな。こう流動的すぎて。分からん理由が絶対あるから。そうそうそう。なんか俺ら真ん中いなきゃ。俺の意見は真ん中いなきゃいけないのかなっていう固定概念がごめんなさいありました。怖いから。うん、真ん中にあるのか、うんうん、フリー、うん、誰も自分にマークがいないけど真ん中にいないと怖い、うん、どっちが多いの。フリーのやつに前向かれるのと、うん、俺後ろで2バックしたから。なんかシンプルに話どっちが怖いか。真ん中にいない方いた方が安心する。でも真ん中安くいても、例えばアイムのシュートを見張るところ、翔ちゃんのシュートとか結局前向かれてシュート打たれるタイミングでいけてないですよね。うん、っていうのが2やられてるから、それでいけてないところで。ちょっと俺こっちサイドいるときは工場右はもう捨てていいぐらいだから。最初そうさっきあのずれるって話したじゃん。あれが全くできてないの。スライドね。そうカバーし合うって言ったやつが。で俺さ真ん中入るから。こっち大裏ってさ工場のあのここ覚えて、人を動かすこと覚えて。自分が縦ずれと横ずれするんじゃなくて、人を動かさないと2バックの絶対無理だし、ホラの方にそれを覚えて、じゃないと本当あもう間に合わないっていうか、コマ捨てるけど、センターバックしてワクラとかいけられないから。もう自分のマーク見ながら来たやつを人を動かす誘導できひんから。さっきの前出れないのってシンプルにこっからボール入れるときにもうここ1枚を2人がフリーで1枚フリーになってるサイドバックだと思って、もう前目の前にいるのに2人がなんかフリーになってる。根本的にそれの状況は分かってたっすか。で俺の裏は結構そもそも分かってないっす。ただその状況がまあそもそも分かってない。1個あったのが、こっからかこっから入ったりする。アザツキはこうスペースを潰していたらこういったんですよね。で1枚がで、これが古塾だとしたら こうなってたんですよ。 こうなってた。で、相手がこういなくてシンプルに1枚やってたって。そう、1枚、うん、そうじゃあだからそう1枚っていうのが分かってないんですよ、そもそもが、うん、ここにいるのをもうこの2人が認知しないそもそも分かってないあ俺っていう状況がずっと 2,3 回起こってるから俺が追ってってしょ。そう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 蹴ります蹴ります蹴ります。追って追ってかけ、もう翔くんが絶対かけた時には取るんじゃなくて絶対ここ蹴ってくるよ、もう絶対に。で、多分ここの選手が裏抜けたらもうそっちしか見てなくてもうここ空いてるみたいな。で、もしまあ2枚いてここ抜けたんだったらもうどんどんずれていかないといけない。そう、それを全くできてないっていう状況になってるから。試合中でさ、蹴られそうっていうのはこれある。いや、分かる分かる。シゲがずっと狙ってるんで。いや、シゲじゃない、シゲじゃない、シゲじゃない。俺がもう追って、翔平君が追って、まあ、ジャイさんとか、ある程度もうこっちは切ってますみたいな。そう。もうだからこの辺に翔平がここついてて、1個出ましてだったらここ開くじゃないですか。それをもうどんどんこう、ずらしていかないといけないんですよ。ハマったハマったの時はそのシーンなんですよ。翔平君が行くことによってスイッチ。行く、翔平君行く。もうそこで全員がもうガッガッガッてスライドさせて、スライドさせて、うん、ってやったら絶対人は余んないんですよ。でもこれはもうどこがどこ行くって決まってないんで、ルールはないです。もうそれを喋りながら誰がずらしていくっていうのが全くできてないです、今の現状で言うと。じゃあちょっと最初聞こえてるあれしよっか。聞こえてる。コウジロとアザスとハンバーハムで俺2バックでやるから多分そっちの方が練習になるから、うん、3バックだとやりやすくなっちゃうから一回翔平君下げようと思ったんですよ。だから俺と最初どっちにしようか。どっちですか。うん、どっちでもいい、どっちでもいい。じゃあ、半分で、半分で、俺行くっす。15分、15分で。ちょっと点も取りたいし、前に人置きたいから、前ではめたいから。そして、アザス、はい、基本的にはチャレンジ&カバー。チャレンジ1人が行ったらカバーするんだけど、あとは人を動かすのをちょっと見てて。あの、はめに行くときと、前から前プレー行くときと、下がるときで、で、その時に絶対にワイドが狙ってくるから、相手のやりたいことって、この、ボールサイド寄ったときのこの、
対角の翔ちゃん走ってきて順位走ってきてこっちがかけるだから、その時にまっすーを落とすのか、そう、そのポジショニング。でここ1枚しかいないから1枚のものに対しては1個いくんだけど、絶対にアタックはしたら1人がカバーっていう。でこっちに人がいないんだったらアザスがちょっと覗きながら俺がこっちの外をケアする。よっしゃ、こっからや。よっしゃ、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 よっ